この石碑はセルクランドで死んだ人物の記念碑である。ティーリンゲ石碑はスウェーデンのウップランド地方にあるティーリンゲの教会で発見されたバイキング時代の記念碑。ルーン文字による名文が刻まれ、ルーンデータでは U785 として登録されている。ティーリンゲ石碑の碑文は蛇の体に書き込まれたルーン文章からなる。最初に発見された時、この石碑は 教会の壁に埋め込まれており、1946年に壁から抜き出して、教会の前に建てられるまではその全文を読むことができなかった。ルーン石碑はその歴史的意義が理解されるようになるまで、道、橋、塀、建物といった構造物の素材として再利用されることが多かった。碑文は11世紀前半のものであり、ヤンガー・フサルクを用いて、このルド語で書かれている。 ティーリンゲ石碑は、セルクランドで兄弟を亡くした人物が彼を追悼して、建てたものであり、その魂の救済を願う祈りで終わる。これは、イングバール石碑群の中の一つと考えることも、できるが、カスピ海への遠征を行った、スウェーデンの海賊の司令官であるイングバールその人へ、言及していないため、この石碑群には分類されていない。したがって、このルーン碑石は、 アジアへの遠征中に死んだあるバリアーグ人への記念碑である可能性がある。碑文には署名がなくトルビュールがあるいはガンナーという名の職人によるものと考えられている。碑文は PR1 様式で掘られたものと分類されている。ティーリンゲ石碑に刻まれたスクラントというルーン文字。これはセルクランドを意味する。P ファーストが自分の兄弟のギュードムンドを忍び、 この石碑を立て、彼はセルクランドで命を落とした。神よ、彼の命を救いたまえ。ありがとうございます。